やあ、僕は声壺チャンネルの声壺くん壺よ。移動戦士ガンダムターゲットインサイトの続きをする壺。最初にモビルスーツの改造をする壺よ。ジムコマンドを改造する壺。アタックを強化する壺。ターンを終了して日付を進める壺を。ジムコマンドを改造する壺。アタックを強化する壺。アタックを強化する壺。ターンを終了して日付を進める壺を。準備が整ったのでミッションを開始する壺。我が軍はジオン鉱山基地への攻略作戦を開始する。攻略の第一段階として峡谷地帯南部の敵戦線を制圧する。峡谷地帯は攻略部隊の兵站を担う重要ルートであり、このエリアの奇数が基地攻略の鍵を握っている。敵防衛戦力も充実しており苦戦が予想される。友軍部隊と協力し敵戦線を殲滅せよ。メイン射撃武器をビームガンに変更する壺。領域位置をジム管で位置仕様に変更する壺よ。メイン射撃武器をビームガンに変更する壺。部隊の展開が完了した。これより我が軍は峡谷南部のジオン軍戦線に対し総攻撃を開始する。敵が多いので慎重に進んでいくつぼよ。ジオン軍は精鋭部隊を揃えている。むやみに戦っても勝利することはできない。他の部隊と連携しつつ戦闘せよ。ハイボール。
に備えて弾薬を補給しておくつぼよ。こちら補給部隊です。弾薬が必要なら要請してください。補給要請を確認しました。補給を開始します。装填完了だ。派手に暴れてこいよ。また敵を待ち伏せするツボ。耐久力が大幅に低下。危険な状態です。来るなら来い。帰るか。今までよりも敵が強い気がするツボよ。全軍に通達する。敵部隊の排除を確認。増援の気配もない。峡谷地帯の制圧を完了。我々の勝利だ。ギリギリだったけどクリアできてよかったツボよ。今回はこの辺りで終了つぼよ。